はい、速稼塾の久保でございます。今回のですね、サラリーマン YouTuber JSYJ 企画なんですけども、返信が来ました。で、 Zoom の対談をね、OK ですよってことなんで、 Zoom の対談をしていただこうかと思いますけども、おそらくね、会社員さんだと思うんで、いきなり顔出しとかは多分抵抗があると思うんですよ。会社のコンプライアンスの問題ですとか、その他とね、まあ、ですんで、まあ、顔出しせずに、対談をしながら、それから、まあ、ことを進めてですね、まあ、1年後の今ぐらいには、まあ、500万、まあ、500万に行くかどうかはね、これね、J さん次第なんですよね。で、私が500万円稼いで、J さんに入ってあげれば、J さんの副業500万は完成するんですけども、まさかそんなことはね、期待してないと思いますし、私もそんなことするつもりは全くないんで、これはね、もう自力でやっていただくしかないかなと思います。ただ、どのルートをやっていけばいいのか、どこら辺が間違えているのか、どこら辺をもうちょっと頑張らないといけないのかっていうことは、まあ客観的にね、アドバイスができますので、きっとですね、まあ空振りで終わることはないんじゃないかなと思うんですよ。それではですね、J さんからの返信動画が来ましたので、そちらの方をご覧いただいて、その後私がもう一回お話しさせていただこうかと思います。それでは J さんの動画をどうぞ。久保さん、こんにちは。サラリーマン YouTuber の J です。この度は動画での返信ありがとうございます。久保さんの昔の働き方、16時間働いた中でもネットビジネスを成功させられているということをお聞きしまして、やはりですね、自分もますますこれから頑張っていかねばならないなと思いました。そして、応援いただくということで嬉しいお言葉もいただきましてですね、本当にありがとうございます。 Zoom 対談の方もしていただけるということで本当にありがとうございます。どのような形で、ネットビジネスをねやっていくのかというのも合わせまして、またいろいろとご相談させていただきながら頑張って今回はですねやっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。以上です、というふうな動画で来ておりました。詳しくはね、詳しくはっていうか、そのままの動画は下の方に貼り付けてますんで、そちらの方ご覧いただければいいんですけども、1分ぐらいの動画で、決意をいただけたということなんですよね。じゃあ、次回からね、実際にどんな商品で、誰に対して、いくらのものを売っていくのかってことをね、掘り込んで聞いていこうかと思いますんで、その前にね、ズーム対談しないといけないですよね。ズーム対談の日程はいつがいいでしょうか、J さん。日程を。2月のね、どっかでいただければと思うんですけどもね、1月はもう結構いっぱいですからね、もう今23でしょ。明日はそっかミュージックステーションですし、26日は、誠さんっていう方がね、対談を申し込んできてくださってますし、その他ですね、30日は1日16時間暴飲暴食 YouTuber が来ますんでね、2月になります。2月のいつ頃がよろしいでしょうか。だいたいね、21時ぐらいからだと私は時間が取りやすいんですけども、平日土日どちらでも結構です。